わけなんですが、配信ブースの方にお邪魔してます、中華本来でおなじみの、岡崎さんが、いらっしゃいました。こんにちは。はい、配信がされてるわけですけど、まあ、どういうシステムで配信がされているのかちょっと考えると思います。VR5 だけで行っております。 VR5 から上がって PC で配信すると、今回は外通を優先したいということで、ノンフラッシュメディアエンコーダー系で配信しています。今日こんだけはたくさんいろいろあるので、これは何に注意しているかといいますと、実はこっち側にありますの LED の大画面の演出を行っております。で、これは演出こっちで映像が来ます。同時に、こちらのキャビン内のライブの映像もリンクアウトと、カメラが何台かというのがここに来てる。でこっちで映像をしながらこっちの中継をするという、すごいことを実はやっているということなんです。昔だとこれがですね、ここに4人5人って入らないとできないようなことだったんです。例えばここでは音声系は全部リアクションが持ち合わせて、そこから映像を見ることができれば、テロップから出す段階で、それをチェックするっていったことを前に取り入れて、まあ、ここで収録もしているっていうのもあるんですが、そこでコンバーターとか全てがまあコンパクトでいろんな機能を持ってますので、今まで不可能だったことが実現できるカードようになったなっていうのが、まあ、すごくポイントじゃないかなと思います。それだけのことを、まあ、この前に1枚分ぐらいのスペースで、されている。